方お声掛けください。今正面撮っております。ただの噂でしょ、後藤に10億当たったなんて。昨日も見かけましたけど普通でしたよ。仮に後藤が10億当てたとして、俺の人生に何か関係しますか？しませんよね。あいつはただの同期、それだけです。10億だか何だか知らないけど関わりたくないです。もういいですか？10億円ビッグ後藤。もう本当ドキュメンタリーのなんかそういう撮影クルーに囲まれたような感じ で、ワンカットで、ね、いきなりワンカットでね、はい、ババってやって、はい OK です終わりっていう感じだったんで、本当に秒数ぴったりいきませんでした。しかもなんかそうそうそう、なんかなぜかその30秒とか15秒とかにうまくはまるようになってたんで、はい、まあ、僕はあの宇宙旅行に行ってみたいなと思います。宇宙旅行、はいはい、いいですね。うん、なんかやっぱりちょっと大きくこう自分の価値観が変わるんじゃないかなということで、はい、行きます行きます、はい、もし当たったらもし当たったら宣言していただきましたが、はい、いや僕しないんですよね。そうですか、はい、うん、まあそうです、ない、まあ、撮影前は一応なんかこう、うん、なんていうかな、あのストレッチとかは必ずやって、はい、あの柔軟はしっかりやってからやらないとちょっとなんかっていうのはありますけど、うん、あでもなんかじゃあ自然と、まあ、原価好きと思ってないまでも、うん、良いコンディションに持っていくために、まあ それは単純にあのすごい殴られるとかが最近多くてあの首とかが危ないんで、はい、あのやってるうちにあの今回とかのなんかすごいこう普通の家族ものでもなんか癖になってやってるっていう、あ殴られなくても、はい、まあ結構こうちゃんとリラックスしてできるだけこう、うん、あの勝負に向かうっていうふうにはしてます。去年はもうちょっとこう柔らかい、タイプの役をに挑戦 していきたいと思っています。またちょっと新たな西島さんを、そうですね、頑張ってあのちょっといろいろな役に、はい、あのチャレンジしていきたいなと、うん、西島さんおはようございます。いかがですか？1億円当たったら奥さん何と言うんですか？